皆さんこんにちは。おもちゃ学芸員の谷です。今日は紙コップを使ってけん玉を作ってみたいと思います。それでは材料をご説明いたします。普通のサイズの紙コップを2個、ガチャガチャの空のケースを1個、その中に重りとして小さなビー玉を5個ぐらい入れてください。この2つをつなぎ合わせるタコ糸の紐約45センチぐらいを1つ、それに両方をつなげるテープ、ビニールテープでも普通のセロテープでも結構です。それでは早速作ってみたいと思います。まず紙コップの底と底をつなげてけん玉の本体を作ります。これはもうすでにできております。こういう形でこのテープで軽く留めたものです。それに先ほどの用意した紐をこの空のケースの上の空いてる穴に入れてつなげていきます。でつなぎ合わせたら蓋をしてしっかり留めて、念のためこのビニールテープで周りを留めていきます。はい、それをできたものがこちらになります。はい、こういう形になります。最後にこの端を紙コップの底に紐を軽くつなぎ合わせます。約2センチほど横に引っ張ってつなげてぐるっと回していきます。それを出来上がったものがこちらになります。はい、こういう形で完成です。それでは遊び方を説明します。このままコップを上に持って玉を下に置いて上に上げます。はい、これでどんどんチャレンジしてみてください。ありがとうございました。